今日はこのロープを使った、上腕三頭筋二の腕のトレーニングをしていく時のポイントと解説をしていこうと思います。で、この二の腕のトレーニングは男性であれば、太い腕を作れる、女性であれば、二の腕の、すっきりとしたラインを作れる、どなたにも、おすすめのトレーニングなのでやってみてください。で、まずはポイント、トレーニングするときに上体をまず作るんですけど、その上体を作る、姿勢を作る時の3つのポイントがあります。で、1つ目が肘を体の横で固定するっていうところが1つ、体の横なんで脇を締めた状態、ここ開けずに脇を締めて体の横で肘を固定するっていうのが1つで、2つ目が胸を張る、胸を張った状態でお尻をちょっと後ろに出してあげて、胸を張ってお尻を後ろに出した状態をキープする。で、3つ目が肩を上げない、肩が上がった状態でトレーニングしないように肩を下げてあげて、トレーニングしていくっていうのがポイントの3つ目。この3つのポイントの姿勢を作ってトレーニングしていきましょう。じゃあ実際に姿勢作っていきます。じゃあまずは1つ目のポイント、脇を締めて肘を体の横で固定する。で、2つ目の、胸を張ってお尻を後ろに出す、こんな感じの姿勢になりますね。この姿勢を作ってあげる。で、3つ目に肩を落とす、肩を下げるっていうところまで3つ作ってあげて、姿勢は完了です。で、この3つの姿勢を作ったら次は、動作中のポイントになります。動作中のポイントが全部で3つあります。1つ目がこのアタッチメントにこんな感じで縁がついてると思います。ここに小指の腹の部分をしっかり当ててあげるっていうところがポイントです。ギュッと握り込みすぎたり、小指側とストッパーに空間があったりっていうところはなくしてあげて、しっかりと小指側で押すイメージでトレーニングしていきましょうっていうのが1つ目で、2つ目が肘を最後まで伸ばしきるっていうのがポイントです。肘を最後まで伸ばしきる、これ肘が甘いところでこの辺で終わらないように最後まで伸ばしきってあげるっていうのがポイントです。で、最後3つ目が、ロープをハの字に最後開いてあげる、最後押し切った時にロープをハの字に開いてあげるようなイメージでフィニッシュしてあげるといいかなと思います。この3つのポイントを動作中に押さえてトレーニングしていきましょう。じゃあ実際にやってみます。ここから肘をしっかりと伸ばしきって最後ハの字に開いてあげる。もちろんこの時は肘は固定したまま肩も少し下げます。で、ここまでのポイントを踏まえて、通常のトライセプスプッシュダウンをしてもらいたいんですけど、もし上体がいまいち作りづらいっていう人がいたら膝をついて行う、こっちも試してみてください。やり方はさっきの姿勢のまま膝をついただけなのでちょっとやってみます。こんな感じで膝を地面についてあげて、その方が胸が張りやすくお尻が後ろに出やすいので姿勢が作りやすいです。なので膝をついた状態で同じ動作を行ってあげるとこんな感じで綺麗なフォーム作りやすいので、もし立った状態だと姿勢が作りづらい場合は膝をついてやってみることもおすすめします。こんな感じで初めてやる方だったり方法がいまいちわからない方は今のやり方を試してみてください。そんな感じで今日は終わろうと思います。